脇がツルツルしてるっていうのが女の人的には常識じゃないかというふうな感じで、デリケートゾーン下の毛の方もですね、常識的になりつつあります。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永きよです。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。励みになります。フェムテック、まあ女の人の、まあ、性的なことですよね。これを支えるテクノロジーの進化によって、どういう、まあ、問題解決手段が今一般的になっているかというと、どういう女の人に問題があるか、まあ、口には出せなくても、まあ、生理の悩み、お腹が痛かったりですね、イライラしたりとか、もう性欲が上がる人もいれば下がってしまう人、まあ、いろいろいます。まあ、生理のね、経血に対する悩みもその一つでしょう。そしてセックスの悩み、女の人のセックスの悩みは、まあ、タブー視されてきましたからね、こういうことを口に出せる時代が来たということだけでも、まあ、進歩している。そして更年期、もう更年期は女性ホルモンの低下、まあ、卵巣機能停止に伴う誰にも起こりうることなのに、これもまたタブー視されて蓋をされてきた状況の一つです。更年期になってくると、女性ホルモンの低下とともにイライラが起こったり、抑うつ傾向、濡れにくい、もしくは、ね、尿漏れとかですね、私なんか時にうんち漏れしちゃったりすることもあります。要するに自律神経失調症状なんですよ。こういうことが起こり得ます。また性交痛、まあ、濡れないとかですね、また普通に下着を履いていても乾燥をするとか、変な匂い、不潔じゃないのに匂いがしてくるとか、性欲が減退しちゃったりとか、ね、こういうことが普通に起こってくる更年期の悩みであったり、もしくは性欲があるんだけれどもパートナーがいないとか、パートナーはいるんだけど自分の思い描く、まあ、オルガズムを得たいということで、セルフプレジャー、これはですね、不眠とか今ストレス解消としても大きな役割を果たしています。で、こういうふうになかなか人には相談できないけれども、女の人の性の悩み、この中には外陰部の悩みも含まれてくるということなんですね。で、しかもこれらはタブー視してきました。わかります？男の人の、子供の頃の、まあ、外性器っておちんちんとかね、まあ、言い方いろいろあるんですけれども、男の人の外性器のイラストとかあるんですけど、女の人の外性器、子供に対する、子供の性器に対する呼び方がなかなか定まらなかったり、口になかなか出せなかったり、表記とかこういうの難しい。で、タブー視されてきています。で、それも、しかも男の人よりも女の人の外性器には個人差があるから仕方がないじゃないかと、まあ、こういうことでですね、タブー視の次はこれで、まあ、放置されてきたというか、まあ、蓋をされてきたわけなんです。ということでも、そこに悩みがなければいいんだけれども、こういろいろな悩みがすでにあるのに、それすら口に出せない、相談もできないということなので、このタブー視から可視化しようじゃないかという動き、テクノロジーの進歩が支える可視化、しかもそれを現代の技術で解決していきましょう。ある悩みというものは本当にあるんだから、なかったことにはできない。ならば、今のテクノロジーで解決して豊かな人生をみんなに得てもらおうじゃないかと。まあ、これがフェムテックの根幹です。で、若い時はこの包皮のたるみとかないんですけれども、だん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 たるんできますとか、大陰唇、この膨らみがなくなってきてシワシワになって、この小陰唇も若い時は張りがあったり大きいんですけれども、だんだん更年期以降、女性ホルモンが減ってくると薄くて縮こまってくる。で、膣の入り口のところも硬くなってきたり、膣の内側の粘膜も、まあ、ひだが薄くなってきたり、分泌能力が低くなって、まあ、乾燥しやすい、そして擦れやすい、性交痛が出やすい、まあ、こういう仕組みですね。ならば、女性ホルモンの低下がベースにあるんだったら、エストラジオール含んでいる、こちらですね、今日はうちの性交痛外来でも使っているドクターエストラさん、こういうふうに補充していけばいいわけですよ。これがフェムテックなわけ。足らなくなってきたんだったら、それを補充するっていう、ちゃんとテクノロジーができてるから。で、さっきのね、匂いがすごい気になってきましたとか、潤いがなくヒリヒリ灼熱感が来ましたっていうんだったら、善玉菌、膣の善玉菌を含んでいるエストラジェルで補修してください。解決策が、今はテクノロジーが下支えしているから、こういう情報をしっかり持って治療していく。お顔であったり、肌であったり、身体的な見た目、
加齢変化、これは誰しも起こってきます。特に人生100年時代ですから、こう昔みたいにね、50超えてみんな死ぬよみたいなこともないから、ね、長いんです、ここからがね。そうするとやはり若々しくいたいとか、自分らしい姿でありたいとかって願うことは自然なことです。そういうことで一つが脱毛の普及っていうのがありますよね。特に女性の場合は VIO、 まあ局所のデリケートゾーンの脱毛が常識になりつつあります。でこれはなぜそういう風になってきたかというと、の脇結構脱毛している人いるじゃないですか。脱毛しなくても自己処理っていうことをしている人がいるじゃないですか。ってことは脇がツルツルしてるっていうのが女の人的には常識じゃないかという風な感じで、デリケートゾーン下の毛の方もですね、常識的になりつつあります。それは一つは美容のこともあるし、一つは衛生的な概念もあるし、もう一つは介護を見据えたっていうこともあります。で、ね、昔はね、結構 V でパンツからこうはみ出る部分の毛だけを脱毛する人が多かったんですけども、今はこういうことでもう縁陰部から肛門部までする人が増えてきました。ですか。あとお乳ね、まあこうお乳を膨らますとか外陰部などに対しても性器の外観の関心が今フェムテックの進歩とともに非常に高まっています。でこう体表、体の表面ですね、顔にしても、まあ、胸にしても外陰部にしても、でこういうふうに生活と気持ちを充実させるための体表のアンチエイジングっていうのが今非常に普及してきている、そう真っ只中なんです。自分自身の心と体の健康のためにですね、アンチエイジングが進んできているというのが現代の流れということになっています。この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、すっごいびしょ濡れ極上のネバッグを公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄中ほどにある青い URL をクリックして、無料動画極上のネバッグ受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったらと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画極上のネバッグへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。